それではですね、今回は、シティーズスカイラインやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは早速始めていきましょう。ということでね、前回作りました自由の女神からスタートということで、前回ね、こうバスをね走らせたんですね、街中にね。ね、この観光用と、まあ住民のね移動用ということでね、このまあ駅から、まあ、観光客やってきて、こうバスにね乗って、こうまあ街の方へこう繰り出していくということでね、公共交通機関ついにバスも、スタートになりました。さあ、ということで今回もね進めていこうと思います。はい、ということで、次のマイルストーンが36,000ということで、まあまあちょっとね、住宅とかがね、まあ、これにちょっとまあ、ただ、後々に立ってくると思うんですけども、まあ期待してね、作ってまた行きたいと思います。さあ、ということで、まあ、商業と工業は足らないということなんです。まあ、商業はね、いつも通り、まあ、どうしようかなとは迷うんですけどね。商業か、まあ、このメインはな、もう商業ばっかしなんでね。まあ、この辺も商業にしちゃいますか。立てていきましょう。ね、今公園なんかもちょっと立てらんないか。か、もうちょっとね立ててあげましょう。さあ、ここでまたちょっとね増えてくるかな、人口。交差点が多すぎる。ここですね。まあ、ここはちょっとな、しょうがないっちゃしょうがないんだよな。そっか、これを移動するか、また。こうな、ちょうどこの、なんだろう、交差点のとこに、こうね、来るようにすると、うまいこと、こう、増えなくていいのかもしれないですね。こっちだな。この交差点のところに進んでね、行きましょうか。ちょっとまあ、オフィスにしちゃいましょう。まあ、ここもなんならね、もう、オフィスにしちゃって。ね、あとはまあ、こんな感じ。警察署なんかもね、置いてして水が足らないと、ここに置いけば OK ですね。まあ、路面電車はかなり繁盛というか混んでるというか、こう人が並んでますね。
人が多いですね、やっぱり。ここはデパートだっけね、前回作ったさあハイパーマーケット、はい。結構いい感じに立ってきましたね、オフィス。でこっちは商業ですね。結構火事多いなこれ。もうじゃあたどりつけるかな。混んじゃってるね。ここはやっぱなくした方がいいのかな。ここ混んじゃうよね。だからここはなるべく少ない方がいいのかな。この橋もね、ちょっとこの辺の橋のあれはちょっと難しいね。でも勝者ちゃんと来てるか。この辺もね、ちょっとね、土地使っていきたいですね。これも住宅が建ってきてますね。ちょっとじゃあスピードを、早めていきましょう。あ、ここは結構足りてるんですね。うん、十分ですね。うん、意外とある。病院がちょっとやっぱね、少ないね。大きいの1個作る？ここにも。こっちの方ないんだよね。こっちはまあでも診療所ぐらいでいくか。ごめんなさいね。ここはでも大きいのでいいかもな。入らないっていうね。
ギアといておこう。になったのか。そっかそっか。さあ、ちょっと住宅の需要が増えてきましたね。ここ火事ですね。あ、でも来てるな。ちょっとじゃあこの辺開拓していきましょうか。4車線で。いいですね、いい感じにつながりましたね向こう側とも。まあこっち側からいつも通り詰めていけばいいのかな。いいですね。こんな感じにちょっと置いていきましょうか。では小学校もね、これ高校か。高校はいいか、ここにあるから。まあちょっとね、警察署なのか。消防。まあ住宅で。この辺は一気に行きたいと思います。水もね、しっかりと引いてあげましょう。
これ建物がここにも建ってくるので、住宅かなり人口また増えそうな感じですね。墓地意外とでかいんだよね。相場とか作っとく。そこでもね、つなげてあげると便利かもしれない。こんな感じですかね。あとはちっちゃい公園とか、まあ、置いてあげて、場所がないな、あんまりな。あとは家が建って3万6千になるのを、待つだけですね。あ、こっちのゴミが全然回収できていない。まあゴミ処理場一つだとな、ちょっと難しいかもしれないですね。集積場ね、まあ空きがないっていうので、まあそれはあると思うんだけど、全部まあ焼却にしちゃった方がやっぱいいのかな。道向かいに作るしかない。さあ労働者が足りませんが、まあ多分人口増えるんで、ここはなんとかなることでしょう。とてもいい感じになってきましたね。蜂が。大丈夫ですね。問題は次々と解決していってますんで。めっちゃ混んどる、ここ。
これもいいですね。なんか他立てるものって。結構立てたんだな。で、これ狭くて立たないんだよな。そこは非常に問題なんですね。こっちの方にも一個ね置きたいね。動物園か。何？ポッシュモール、交通タワーな。交通タワー、高い建物か。こっちのとこあるとか結構ね。ガンガン、埋めていきましょう。グランドモール、お買い物が大好き。税務署。コロサルオーダー本社ビル、これがベーコン、こっちだろう。工業地帯にね置きたいね。公式公園、これこっちに置いとくか。なんか資金が足りません。あっという間に金がなくなった。びっくりするぐらいの勢いで金がなくなったわ。すごいな、これ本社ビル。おー、労働者が足らないよ。教育を受けてない労働者ね。まあそれはまあ基本的にだんだんいなくなっていくからね。でまあこうね、頭のいい労働者がこういうやっぱところに勤めてくれるのをまあ待つだけですね。32台の路面電車が稼働中ということで。
まあやっぱ必要がすごいな。この辺な、やっぱり。おお、待ってますね、やっぱり。条例電車行くか。そんなにあまり関係はね、なさそうだから。こっちも渡ってきたな、意外といいですね。さあ、なかなかの、発展具合で3万2000か。でもこれでちょっと時間かかるな。なかなか3万6000までね、簡単に行くかなと思ったけど、行かないですね。すごい混んでんな、ここ。この辺もいろいろと改造していきましょう。どうつなげるか。いいですね。これはもう住宅で行きましょう。水も通ったんで、おそらくこの辺も人がまた増えてくることでしょう。
やっぱゴミと火事が目立つな。火災報知器ついててもちょっとなかなか防げないみたいですね。あー、この足すごい。いますか、この足。こちらもね、積極的にこうつなげていきましょう。これでかなりね、こう交通が行き来しやすくなるといいんですけどね。わあ、すごい労働者が足らない。農業地帯ですね、やっぱね。こればっかすると人が。いないとね、やっぱりいけないですからね。少しずつ減っていってますね。予算ちょっとゴミの収集車増やそうか。ちょっとゴミが溜まり始めている。これで、昼間も収集車の数増えましたんで、積極的に集めてくれると思います。これは結構埋まってきましたかね。これちょっとな、時間が経つのを待ちましょうか。32,000。ちょっと思った以上に増えないな。ですね、右側縦3つとこう1つ、あと4区画か使えるところがありますね。まだかね、開放していないですけど。まあ綺麗に、夜景がめちゃめちゃ綺麗だな。
観光客はどうかな。すごいとこになってたな、これ。これちょっと消しとこう。この前はちょっとさすがに消しとこう。びっくりしたわ、こんなとこ行ったら立っちゃうんだ。ちょっとこうない、駅前はな。やめておきましょう。あ、見やすかった。安くなりました。バス待ちの人数は多いですね。どうでしょう。とまた人がここから出てくる。止まったのかさっきのは。止まってないのか。映画ですね。動物園。動物の姿は、まあ、夜だからっていうのもあるけど見えないですね。施設があるだけ。あとはね、地下鉄とかそういうのもね、やっぱりちょっと引けるといいんですけど、あとは電車もね、あの市内をね回る電車もちょっとね、今後あの作っていきたいですね。やはり、まあ、それはね、やっぱもうちょっと土地を、広げてからやっていこうかなと思います。さあ、地道に人は増え続けていますね。これも高速道路も意外とまあこの辺ちょっと混んでるのか、そんなに渋滞、大渋滞っていうほどではないですよね。路中がひどい。4車線道路。まあ6にするとね、このあの路面電車のところは6にすると、この路面電車を走らせることができないので、やっぱ4がいいのかな。この条例ね、税はね、特にいいんですよね。リサイクルしてもらって、商業じゃないんだよね、産業。
これちょっと入れてみようか、産業のやつを。これちょっと働きに来る人を、呼び込みたいところですね。すごい、もうちょっと廃業が多いな、やっぱり。ハイテクの方とかにちょっとみんな行きたがる傾向があるようですね。それはそれちょっと困るんですけども、もうそのゴミ収集車の大渋滞、かなり埋まった。いいですね。どんどん立ってきましたね。ここもさあ気づけば33,000、あと3,000人、今日中に行けるかどうかっていうとこですね。今日の目標はね、36,000人に人口達するってことで、ここ混んでるな。この辺も1個ね、ちょっとインターチェンジ作ってあげたいですね。こんな感じかな。こんな感じで、ここはくっついちゃいけないのか、結構厳しいですね。
どう行く？行こうか。こんな感じで行こうか。本当はここも結構変わりますね。こちら側ですね。これで、あとは、が、こっちにこう出てくるので、ちょっとこっちが遠いけど、まあそれもそれで、道路の、出入り口が完成いたしましたね。さあ、走行してるうち3万4000に行っている。あと2000か。時間的にどうだろう。ギリギリ間に合うか、間に合わないかというようなところですけども。こちら2件火事ですね。
わあ、すごい人。うわあ、すごい人、すごい人。前駅から降りて、この人たちがこの信号を渡って、あそこのバスターミナルに行くわけですね。うわあ、すごい、すごい、すごい。みんなそこなの。みんなここのバスに行くんですね。でまあここね、結構まあ降りる人も多いかな、見てると乗る人も降りる人も多いんで、うまくバランスよく行ってますよね。まだまだ土地は空いてますんで、まだまだ人が住める場所あります。商業のあれが需要が増えてきましたね。じゃあこの辺も商業にしますか。でここら辺もね、また一気に人が増えてくることでしょう。今一瞬来た、一瞬。この縦向きにしたいんです。縦向きにしたいんです、ここ。来た、あれ。あ、ちょっとずれちゃった。ちょっとずれちゃったなぁ。あ、でもこれは限界なのか。じゃあしょうがないな。それはしょうがない。住宅街でいいでしょう。さあ3万6000いって今日は終わりかなっていうようなペースになってきましたね。
ペースで増えてますね、人口。ガンガンこの辺も地価が上がってますね。あと500、どっちか上がってく。わあ、公園も人がいっぱい。ゴミ住所ちょっとこっちの方に移動する？このタイミングで？いや、ちょっと今日はやめておこう。あと400なんで、ちょっと3万6000に行ったら今日は終わりにしたいと思います。さ、次回はじゃあゴミ収集所のね、まあ移動とかからちょっと始めていきましょうか。わー、すごいなー、ここ。もうとにかく時間経つしかないですね。人が来るのを待つしか。人はね、確実に増えてきてますんで、その人たちがなんとかうまいこと行ってあそこに就職してくれることをちょっとね願いましょう。もう混むなぁ、すっごい混んでんなぁ。で、ここをなくすればいいのか。じゃあ一旦3万6000円、イエーイ。ただとこの渋滞がこれでまたねちょっと解消されるといいですね。これ多分行けばこう、こちら大通りの方に、ね、どちらも出ると思うんで、また変わると思います。でね、3万6000行ったということで、マップ一つ増えましたので、またね、購入していきたいと思います。とりあえずこっちかな、まずはね。まあ、こっち。どうしようか。とりあえずこっちから行きましょうかね。購入、なんか資源とかあるんじゃ。あんま資源もないな。ああ、鉱石はちょっとあるぐらいですね。なので
か、とりあえずこっち、こっちかとか。購入、よし、OK、土地増えました。さあ、ということで今日はね、この辺で終わりにしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録やコメントよろしくお願いいたします。それではね、Twitch、Twitter もよろしくお願いいたします。ではまた見に来てください。ありがとうございました。